今回は稲穂結びのやり方をご紹介します。まずはじめにこのようにセットしてくださいね。裏側にかけて左に出てくると、ループを手前に返してひねって、で端の紐を中に入れます。端の紐は右に出てきました。ループも同じように右へひねります。端の紐を上から入れる。すると紐は左に出ます。ループも左に端の紐を入れると、紐が出た方向にループを返す。これを覚えておくとこの稲穂結びはやりやすいと思います。形を整えてやると稲穂結びの完成です。